い、こんばんは、おこちのことです。デブゲス本日のライブ配信を行っていきたいと思います。本日はですね、ちょっと先日の5日前ぐらいだとは思うんですが、ブログの方でご紹介させていただきました、ヴィンテージのバブアーのアイテムからですね、ちょっとスペシャルなアイテムが入荷しておりますので、そちらのご紹介させていただきます。ちょっとまあ商品紹介の前にですね 1.5 連絡なんですけれども、今週ですね、あさっての水曜日は、ちょっと祝日じゃないです、ごめんなさい、お休みをさせていただきまして、秋冬の切り替えをさせていただきますので、終日クローズとなりますので、ご来店予定だった方には申し訳ないんですけれども、翌日木曜日にですね通常営業となりますので、ぜひそのタイミングに、切り替わったからの、ラインナップの方をお楽しみいただければなというふうに思います。はい、というわけでして、今冬に向けて、秋冬に向けてですね、まだ店内は基本的に春夏がまだ並んでる状態ではあるんですけれども、いろいろと、事前にこうちょっと仕込んでおきました。仕込んでおくというのもあれですけど、手配をしておりました秋冬のラインナップというのがいくつか入荷をしておりまして、第一弾的な形になりますかね、バブアーが、今年はちょっと結構力を入れてご紹介をしていきたいなと思いますので、そのうちの第一弾となりますのを、今回ご紹介していきたいと思います。で、こちらなんですけれども、こちらにかかっております、バブアーのアイテムですね、モデルはビデールということで、バブアーを一番代表する、モデルじゃないかなというふうに思います。もともとこのビデールなんですけれども、発足が1983年だったかな、84年だったかなの頃に確か、生産されて乗馬用として作られていた、ジャケットなんですね。で、馬に乗った上でという形なんですけども、バブアーでもですね、乗馬用のアイテムは他にもですね、バーレーと呼ばれる非常に長いロングコートのモデルとかもあったりするんですけれども、こちらは反して、着丈が短く、もも周りのところに座った状態で、もも周りのところに裾があまりこう変にこう干渉しないという、デザインのもとで作られたのがこちらのビデールです。で、このビデルなんですけれども、こちら今回ご紹介させていただくのが、フォーポケットビデールと、巷ではというか、称されているもので、生産年、このフォーポケットのデザインというのがあんまり長いこと作られていなかったというので、玉数が通常のビデルに比べるとちょっと、少ないモデルとなっております。通常はですね、こういうふうにハンドウォンポケットといって、手をこうザクッと入れられるようなディテールというのがベーシックではあるんですけれども、初期の頃というのはちょっとこうミリタリーライクな感じでですね、ポケットが4つ設けられているのが特徴となっております。で、この、本作なんですけれども1988年製ですね。で、88年頃が、スリークレストですね、ワラントと言われるバフアの、タグのところをご覧いただきますと載ってるんですけども、ここのですね、3つの王冠のタグですね。ちょっとごめんなさい、光があれですね、これぐらいがいいかな。で、ちょっと見えますでしょうか。ちょっと見えづらかったら、ちょっと遠くなって申し訳ないんですけども、3つクレス、紋章が並んでるんですけども、これは王室で、イギリスの王室で、採用されている場合に、4つ、イギリスはもともと国が4つ分かれておりますが、それぞれの皇室のところで、5年以上、採用されていた場合に、各ところから、もらえるというのがこちらのワラントになっています。このワラントと言われる、ワラントとかクレストとかいう言い方をするんですが、これの数によってバブアーでは年代がね、大体とざっくりと、年代判別がするというのもあったりしているんですが、プラスですね、バブアーの方はちょっとモデルによってあったりなかったりするんですけれども、このですね、タグのよいしょ、これぐらいかな、これで、これはここに載ってなかったか。ですね、これは内側のポケットについているんですが、これが載ってるのと載ってないのなんですけど、こちらですね、はい、ここの、内ポケットのところに、これペーパータグになってるんですが、ここに 8808218R という表記があるんですね。で、この頭の88というので、年代がわかるというふうになっております。ご質問あります。アディダスのジャージありますか。アディダスのジャージはうちはないですね。ひょっとしたらはお隣さんかもしれないんですが、もしよろしければお伺いしてみてください。うちはちょっとそれは使いがないですけど申し訳ないです。はい。で、ここの頭の連番のところで、年代が88年というのが分かるというふうになっております。はい。で、早速ディテールのそれぞれをご紹介させていただくんですが、これぐらいでどうでしょうか。大丈夫かな。
すいません。この、こちらのフォーポケットのビデルというのも、まあレアすぎるというわけではないんですが、あんまり見かけないものでもあります。ちょっとまあ探してもパッとすぐ出てくるっていうわけではないんですが、今回のですねご紹介しております個体に関しては何が希少かと言いますと、フードがついてるんですね。こういう形で、でこのフードがついているというところなんですけども、フードというのはもともと別売りで販売していたもので、バブアはほとんどのモデルなんですけども、襟の後ろにこうやってスナップのボタンの浮きがついているんですね。でこの受けのところにドッキングする形でフードをつけれるっていうのが元々の機能性で備わっているんですが、このフードがまあついている個体ついていない個体とあるのは元々別売りをされていたんですよ。このセットで販売していたわけではないんですね。でこのフード付きというかフード単体というのも一昔前は結構市場でも出ていたかなという印象があるんですが、ですねこのバブアって色落ちをがしていくんですよね。色の対色も含めてなんですけど、でそれが個別のもので揃えようとすると色が同じでも体色が個体ごとに変わっていて、特にですねフードってあんまりそんなに色がフェードしていることがないんですよ。なので同じ、まあ、例えばセージカラーで揃えていたとしてもネイビーで揃えたとしても色の体色変化が違くてちょっとフードが浮いちゃうっていうのもあったりしているので、まあお好みもよったりはするんですが、ファーストオーナーの人がこの本体を購入した時に一緒に買ったものがドッキングしているっていう背景があるものの方が統一感があり、でなんかそれをですね狙って探そうするとこれがまた結構なかなか、難しかったりもしてはおります。はい。で加えてこちらはバブアの、まあ、よくあるこのピンバッジですね。まあ、多分これは今とデザインが同じなのかどうなのかちょっとわかんないんですけども、まあ、ATC の時の、ピンバッジのものになっていると思うんですが、こちらも付属しておりまして、非常にこう各パーツが揃えにも揃っておりつつ、なおかつコンディションが、異常なまでにいいという、多分今までうちに入ってきたユーズドのバブアの中だと多分一番いいですね。昨年の秋冬にご紹介したインターナショナルもかなり良かったんですが、多分それよりもいい気がします。個人的にはデッドストックというほどではないんですが、通常のユーズドっていうぐらランクの中で見定めるとものすごくいいですね。結構びっくりします、こんな個体が出てくるのかということで。はい。で先ほども冒頭でもお話しさせていただきました胸元のところですね、通常ハンドウォームになっているところがフラットになっておりますと。で、そのところに関してはこちらは普通に通常通りになってます。スナップボタンによってのこのフラット型のポケットになっておりますね。ここら辺は同一型となっております。で、先ほど年代のお話をさせていただきました内ポケットに備わっているテーパーのこのチケット的なタグなんですけれども、これがですね結構綺麗に残っているっていうのも古い個体だと結構なかなかないんですよ。というのは結局紙なので、もし仮にこう洗濯とかを、していった場合だとここが基本的にもう水通しでボロボロになってしまって、でまあそれが結構まあここの部分がちぎれてしまうであったりとかっていうのはよくあるお話です。で 90s の前半以降ぐらいですかね、ナイロン生地になるんですよ、ここのタグの部分が。まあこの耐水性をある程度上げるっていう要素も備えていたとは思うんですが、なので、ここのペーパータグがついているっていうのもある程度ちょっとまあオールドタイプっていうのがまあ一種こうまあ判別する上での一つの要素っていうのもあったりはしておりますね。はい。まあ、そこから部分はですね、本当にビデル、通常通り同じようなデザインのディティールとなっております。装置の下のところに、3つの穴が開いていて、ベンチレーションですね、備わっておりまして、背面側は、まあ、普通にベーシックな、サイドスリットの、サイドベンチですね、のスナップボタンで調節できるというようなディティールが備わっておりますと。はい。というわけでして、サイズの方を含めて、着てみたいと思いますが、こちらのサイズもですね、表記が、102センチ40インチということで、かなりゴールデンサイズが入荷できております。まあ大体40だとメンズの S から M の間ぐらいの感じかなというふうに個人的に思うんですけれども、身幅がかなりゆとりがありますので、先日ですね、通常大体メンズのLXL ぐらい、XL 寄りかなの方が着ていただいた時にも全然余裕が持って前も締めれて肩の可動域も全く問題なく取れるっていうのもあったりしてたので、かなりまあ大きめなサイズ感で、選んでいただくことができるかなというふうに思いますね。まあ僕が169センチの63キロの身長体重で、普段大体メンズの S サイズ、最近ちょっと M とかも選ぶようにはしてはいるんですが、着用してまあこんな感じです。
下に着ていたものは、まあ、カットソーシャツなんですが、まあ、僕はこのサイズだったりしたらば、この上に、アランニットを着ても全然ゆとりが取れるようなサイズ感になりますね。あ、コメントはなかったですね。ありがとうございます。はい、大丈夫でした。で、カラーリングは、ご覧いただいた通り、ちょっとまあ色々分かりづらいかもしれませんが、ネイビーカラーですね。まあ割と人気のあるカラーリングの一つではあると思いますが、まあ、非常にこう使いやすく、なおかつネイビーカラーの方だとより一層フォーマルシーンでお使いいただけたりするので、まあ、スーツの上に着ていただくとか、そういうのでも最適かなというふうに思いますね。でよくあるこの袖口のリブなんですが、このリブがですね、ものすごい綺麗に残っているんですね。これでご覧いただければ、これがリブなんですけれども、結構使い古されているものだったりすると毛玉が出たりしたり、毛玉が出ていたりだったりとか、まあ穴ほつれがあったりするんですけど、まあものすごい綺麗ですね。本当になんか新品と見違えてしまうぐらいに本当に綺麗な状態に残っています。1点だけちょっとまあユーズド感があるなというところがあるとすると、ここの袖口のところが前のオーナーが折っていたのかどうなのか分かんないんですけど、ちょっとここにこう横線が入るような形でちょっとだけこう汚れがついていますね。汚れというか跡みたいなのがついてますね。でもここで折ろうとすると着方としてはこういう形になるんですよね。まあ、なのでこうわざと袖口をまくって着ていたのかどうかはちょっと不明なんですが、あんまりやらないかなと思います、バブアーのビデールに関してはなんですけれど、まあなんかちょっとだけ跡がついておりますが、まあ、ほぼほぼあんまりこう気にならないで、ご着用いただける、コンディションになっているかなと思いますね。まあ、フロント閉じさせていただきますが、はい、まあ、こんな感じですね。まあ、本当にこう、ゴールデンサイズ的なものになっております。昨今であれば、一昔前は、36、まあ、基本38かなが、ゴールデンサイズかなっていう感じではあったりしてたんですが、昨今やっぱりその、ある程度オーバーサイジングの、需要もあったりしておりますので、結構まあ、ワンサイズアップ含めて、ちょっとこう、ゆとりがあるサイズ感を選ばれる方も多いかと思いますので、結構人気があるサイズは40か42かなっていう感じの印象がありますね。はい。まあこのね、映像上でどれぐらいにお伝えいただけるかは何ともではありますが、ものすごく、綺麗なコンディションで入荷ができました。結構本当にびっくりしてます。多分こんな個体の報告は今後入らないんじゃないかなと思っているんですけれども、もしですね、お探しの方いらっしゃいましたらば、ちょっとまあ値段はどうしても張ってしまうものにはなってはいるんですけれども、フードがついておりますし、加えてまあピンバッジもついておりますのと、まあコンディションを含めてというところでですね、そんなに暴利ではないですが、ある程度市場的な具合を鑑みてっていう形でお値段をつけさせていただいておりますが、ご興味持っていただいた方はですね、ぜひともこの機会にお手に取っていただければというふうに思います。はい、というわけでして、本日はビデールのフォーポケット、フォーポケットのビデールのご紹介をさせていただきました。ビデールは昨年シーズンに2000年代のやつを入荷したことがあって、ある程度オイルが抜けていたものだったので、あれなんですけれど、そんなにうちではあんまり入荷を率先的にやっていなかったりするのもありまして、まあこのあんまり入れていない中でこんなものが出るかとは思わなかったんですが、はい、まあババア祭りというわけではないんですけれども、結構ですね、ババアの面白い答えがまだまだご紹介をできる形で準備をしております。すでにブログの方でも紹介させていただきましたが、トレンチコートですね、こちらも次回の配信でご紹介させていただきますので、ロングコートお探しという方いらっしゃいましたら、ぜひそちらの方もお楽しみにしてください。というわけで、本日は、ババアのフォーポケットビデールご紹介させていただきました。ぜひ次回の配信もよろしくお願いいたします。まあ、一応念押しではありますけれども、あさって水曜日はお休みとさせていただきますので、もしご来店予定の方です、いらっしゃいましたらは、お誘い合わせが可能であれば翌日木曜日、もしは、別ちょっとまあ日取りを変えていただいてのご来店ということで、お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。それではご視聴いただきありがとうございました。ぜひまた次回の配信もよろしくお願いいたします。それではまた。